今発表されました通り3月12日後楽園ホール大会で行われます世界ジュニアヘビー級選手権試合、石井圭介対岩本浩二、こちらの、記者会見を、始めさせていただきます。それではまず、挑戦者の岩本浩二選手、はい、選手のジュニアバトルオブグローリーの優勝者でもございます。岩本浩二選手より意気込みのコメントをよろしくお願いいたします。はい、今回のジュニアバトルオブグローリーで、初出場、初優勝という最高の形で終えることができました。自分は今回世界ジュニアのベルトを挑戦するにあたって、決してジュニアのリーグ戦が世界ジュニアの挑戦者決定戦じゃないということで、それをジュニアのリーグの覇者として、証明したいと思います。以上です。はい、ありがとうございました。続きまして王者石井圭介選手、意気込みのコメントをよろしくお願いいたします。まあ、はっきり言ってジュニアリーグ戦は世界ジュニア王者として不甲斐ない結果だったと思うんで、そして、まあ、三角印が3つついたところ、ここは決着つけなきゃいけないと思っていましたし、そして、まあ、その優勝者がその三角の一つであった岩本選手ということで、はい、文句ないです。はい、挑戦受けます。まあ、岩本選手は今回のリーグ戦で優勝して、はい、で、まあ、ある意味全日本ジュニアを代表してこのベルトを取り返しに行く立場になりますけど、そういった責任感ってすごくあると思うんですけど、いかがでしょうか。そうですね、やっぱり、まあ、今回のジュニアバトルオブグローリーもそうですけど、やっぱり他団体の選手に取られちゃいけないっていうのも思ってましたし、でこの世界ジュニアのベルトも今石井選手が持ってて DDT に流出してるっていうことなので、まあ、ここは確実にしっかり全日本プロレス所属として自分が取り返して、で全日本プロレスの所属のジュニアの選手でタイトルマッチをどんどんやっていきたいと自分はそう思ってます。まあ、リーグ戦では調子ですかね、両者 KO で痛みが嫌いを負ってますけど、その決着戦にもなりますけども、それいかがでしょうか、お二人。そうですね、まあ、なんでしょうね、まあ、岩本選手の実力が正直ここまで、はい、上がってるもんだとは思ってなかったんで、自分としては、まあ、意外な結果だったんですけども、はい、まあ、そうですね、いろいろ気をつけるところも見つかったんで、はい、それで決着戦ですね。はい、そうですね、自分も、まあ、調子で戦うまでは、まあ、世界ジュニアチャンピオンということで、まあ、結構、うん、強いんだろうなって思ってたんですけど、まあ結果両者 KO、まあ、僕も勝ててないですけど、まあ、対戦してみて、まあ、超えれない壁じゃないなっていうのは思ったので、3月中には確実に取りに行きます。どうでしょう、リーグ戦優勝から、まあ、ある程度時間経ちましたけど、はい、まあ、あの結果っていうのは自信につながってると思うんですけど、いかがでしょう。そうですね、結果としてはまあ、自信にもなりましたし、まあ、実績っていうのも一つ作れたので、良かったんですけど、まあ、中身を見ればリーグ戦勝利できたのは初戦の武田選手の1勝だけですし、まあ、石井選手とも両者 KO、 田中実選手とも、20分ドロー、まあ、その20分ドローもまあ結構終始攻められててっていう感じの20分ドローですし、最終戦の青木さんに関しても、まあ、終始攻められててのドローだったので、まあ、納得いくような内容ではないので、満足はしてないですけど、優勝できたってことは素直に嬉しいです。チャンピオンは不甲斐ないという言い方されてましたけど、はい、その一番の要因って何だったんですか、今回。何だったと思いますか。はい、まあまずはもう結果がもちろん、はい、チャンピオンなので3点という結果ですし、まあ、まあそこですね、結果ですね、不甲斐ないという点はまあ結果だったり、はい、はいですね、はい、石井さんはその優勝戦含めて、まあ、先ほどここまで強いとは思わなかったとはおっしゃってましたけど、はい、リーグ戦通して岩本選手の印象っていかがでした。そうですね、まあ、まず
まあ、僕も対戦してみて、まあ、見てたんですけど、とにかく粘り強いなって、そこがまあびっくりした点でして、あと試合やってみて、まあ、もちろん払い腰とかがすごいクローズアップされてるんですけど、僕はあの試合で正直膝がびっくりしましたね、膝上げり、まあ、だからそこもまあ注意しつつ、はい、これから研究に入りたいと思います。あと石井さん、そのタイトルマッチと同じ日に、まあ、世界ジュニアの、はい、まあ、30周年記念試合的な歴代チャンピオンが揃う6人タッグがありまして、あ、はい、まあ、その一戦に勝利した選手が挑戦権を得るという形になりますけども、まあ、そこに初代チャンピオンの広瀬伊藤選手がいたり、石井さんとしてはここを何としても防衛して、その勝者を迎えたいと思います。そうですね、まあ、今まあ聞いたんでちょっとびっくりしてるんですけど、はい、そうですね、まあ、初代王者広瀬伊藤さんというのは もちろん知ってますし、まあ、まあそうですね、広瀬伊藤さんも含めた6人タッグで勝った人の挑戦者で、まあ、こちらは、すごいカードですね、まずは、まあ、はい、まあでも、そうですね、まあ、歴代王者揃ってますけど、まあ、まあ、まず僕はここを勝たないと、その次に進めないので、はい、しっかりここ防衛して、そしてその決まった挑戦者と、はい、まあまあ、このベルトを持ってると、あの、とにかく気分がいいんで、はい、絶対人に、はい、渡したくないですね。はい、山本選手から見て、チャンピオン石井選手の印象って、そうですね、まあ、結構、何でもできる選手だと思いますし、やっぱ機動力とか、その瞬発、一瞬の動きとかめちゃくちゃ速いので、そこら辺を、なんていうんですかね、僕ががっちり掴んで、ここの芸術で投げて、動き止めちゃえば、仕留めれると僕は思ってます。